浜神、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、森島先輩のやつが会話だけになって、会話のゲージがもうマックスなので、マックスなので、放課後か。放課後だったらこれいけんのか。ちょっとそれ以外の人、特に今ちょっと、花町がお気に入りなので、好きなので、お話ししていきましょうか。写生の授業って何を書けばいいのかさっぱりわからないよな。どうせなら美術室で生物デッサンとかにしてくれればいいのに。どこか暖かいところはないかな。あれ、カオルだ。あいつこんなところで書いてたのか。おい、カオル。カオル？え？ああ。横いいか？どうぞ。そういうことするから付き合ってるって言われんだよ。よくしょ。おい、こら、おっさん。なんか言ったか？いいね。それにしても、ここはパカパカしてて気持ちいいな。でしょ？なんだか眠くなってきたよ。少し横になろうかな。ごろん。ああ、気持ちいいな。授業中だろ？ねえ。うるさいな。ねえってば。こら、起きろ。うわ、うぽ、うぽって。グーテンモーゲン。あれ、カオル。寝ぼけんじゃないわよ。もう授業終わるってば。そうか、確かウィンスだ。ああ。な、何よ。僕まだ何も書いてないよ。なら来週の授業で遅れを取り戻せば。うわ、寝てるあんたが悪いのよ。そういうお前はできたのか。完成じゃないけど、それなりにはね。見てもいいか。いいわよ、別に見られて減るものじゃないし。これは普通でしょ。普通？バカ言うな、うまいじゃないか。お前もしかして絵の才能があるんじゃないのか。そんなの私にあるわけないでしょ。だってこれ、美術の先生といい、あんたといい、どうして人の絵に価値をつけたがるのよ。先生も。はいはい、それはもういいから。ほら行こう、もうチャイム鳴るわよ。うん、まさか先生にまで言われてるとは。人を見かけによらないって本当だな。見かけによらないって。まあでもうまそうな顔って言われてもって感じではあるけどな。うーん、どうしましょうかね。悲しけばっかりかな。だったら、せっかくだし、お話か。どれって、あれだな。微妙だな。すごい微妙だな。話するか？まあ、たまにはね。あ、カオル。あれ？ちょうどいいところだったな。え？いいところ？あんたね、提出用の絵を描く手伝いならしないわよ。はい？違うの？違うよ。ちょっと時間が空いてるんだけど、話でもしないかって言おうとしたんだよ。なあ？それならそうと早く言ってよ。言う前にお前が勝手に誤解したんだろう。あ、そうだっけ。そうだよ。じゃあ謝罪の意味であんたの話とやらに付き合ってあげるわ。ありがとうございます。
言い方に謝罪の気持ちがないぞ。いいのいいの、その小さなこと。まったく。どうしようかな。まあ空いてるやつで行くか。娯楽行ってみる。カオルはカラオケって行く？うん、たまーに稽古を誘って行くわよ。へえ、そうなんだ。まあ稽古は拍手専門だけどね。拍手？え？歌うよりも聞く方が好きなんだってさ。へえ。おかげで私が歌い続けなきゃいけなくなるんだよね。適材適所って感じだな。え、そう、適材適所でいいのかな、それ。どうしよう。運動いかがです？カールは痴漢撃退用の護身術とか知ってる？まあね、漫画で覚えた必殺技があるわよ。何？どういう技？漫画で？うん、すでに一度試してみたけどさ、これが結構使えるのよね。そうなんだ。試したってところが引っかかるけど、まあ深くは聞かないでおくか。オレンジ。食べ物か。食べ物聞いてみるか。カールはお菓子で作ったりする？そっちは食べるの専門。料理はまだしも、お菓子ってのはどうも女の子女の子してるじゃない？そうかな。作るけど、たまーに。お菓子を作ってる私なんて、自分でも想像できないしね。ねえ、下がった？そうだな。行動とかしてみる？よし、かっこいい顔でバッチリ決めるぞ。変わる。キリッ。ちゃんと真面目な顔もできたんだ。え？いつものヘラヘラした顔よりそっちの方がイケてるわよ。これは成功なのかな。まあアタックはできない。食べ物はさっき見たから、なんかあれしたいな。なんか見てないやつ。おしゃれとか恋愛とかあんまりあれなイメージだけどな。おしゃれってどうですか？ダメですか？こないだこんなことがあったんだけど。興味ない？なんか微妙な話ね。直球で言ってくれる。あんまり面白くなかった？うん、30点ってところかな。低い。いまいちだったみたいだな。そろそろチャイムが鳴るんじゃない？な、そうだな。なんか話の途中な感じもするけど、続きはまた今度にしよっか。仕方ないね。うん、それじゃあ私はこれで。ああ、またな。まあなんか終わりが閉まらなかったけど、行ってみるか。伝えるか。それはどうですか？めっちゃ気持ち悪い感じになったけど。森下先輩が両手を振り回している。一体何をしているんだろう。行くか。ハートマーク多いし、行けるだろう。迷惑な気はするけどね。森下先輩だ。やっぱり、僕は森下先輩のことが、もう一度伝えよう。あれ？はい。何よもう、声かけてくれればいいのに。ね、ああすいません。もしかして私に見とれちゃってたとか？正解です。そうです。え？あ、もう君は時々変なことを言うんだから。先輩、俺で
もこんな人とさ、どうしたの？面と向かって見つめ合ったら死ぬよね死ぬよね。森島先輩が好きです。またなの？すいません。迷惑なら、もう二度とこんなことは言いません。二度目だけどな。迷惑じゃないけど、なんで？先輩と一緒にいると楽しくて。まあな、その、主人公の変態性をぶつけても、あまりある存在だからな。もっといろいろ話をしたいっていうか、それで。急にそんなこと言って。急じゃないって難しいよね。でもこういうのって、すいません。でもちゃんと答えてくれたので。え、前回先輩がちゃんと振ってくれたじゃないですか。うん、振ってくれたっていうのもだから今回もダメならダメでもいいんです。え、今日はダメでも明日なら、明日はダメでも来週なら OK かもしれない、そう思ったんです。めちゃくちゃ迷惑だけどな。迷惑じゃないって相手が言ってくれてるからいいけどさ。ため息も疲れるよ。先輩が迷惑じゃなくて、まだチャンスをもらえるなら諦めたくない。僕は一番怖いのは返事をもらえないことなので。そんなことしないわ。ありがとうございます。何お礼言ってるの？まあ振ってくれることに対して俺言ってんだもんな。先輩のこと好きでいていいですか？鬱陶しかったら諦めますんで。鬱陶しくなんかない。じゃあいいんですか？うん、やった、ありがとうございます。もうなんでそんなに一生懸命かな。え、だってそんなに頑張られたらほっとけないじゃない。先輩、もうこれでも食らえ。わっ、どんな声出すんだよ。え、あれ、先輩が僕の眉毛に変な声出しすぎて頭痛くなってきた肺の空気を全て出し切った感じだ。先輩、何？今僕に何をしたんですか？必死でハの字になってる君の困り眉毛が可愛いからキスしたの。困り眉毛？そ、すごくハの字になってるんだもん、可愛らしくて。キスを？うん、そう。あれ、もしかして OK なんですか？え？あ、ダメなんですか？ダメじゃない、ダメじゃないけど。けど今の自分の気持ちはどう言っていいのか。気持ち、まだそういう感じじゃないのプレイするのしんどくなってきたそういう感じ。もうこういう時だけ責めるのね。すいません、でも気になって。まだ君に伝える勇気が出ない。だってしちゃったから。そうですよね。だからお預けしていい。そんながっつかないの。先輩、その後眉毛が乱れちゃったねと言いながら、先輩の人差し指で優しく整えてもらった。先輩の指はとても柔らかくて、なんだかとても気持ちが良かった。告白の返事はもらえていないけど、これってすごくいい感じじゃないかな。だって眉毛だけどキスを、森島先輩からキスをしてもらったんだぞ。とてもじっとしていられない。やったぞー
やったのか。他人の恋愛見んのすげえしんどいな。なんで恋愛ゲームやってんだ。こういうのってあれなのかな、もっとさ、こうあれした方がいいの、感情移入無理なんだけど。いい笑顔だね、ニーニー。何か楽しいことでもあった？まあね。ありましたよね。俺はすごいおつやみたいな気持ちになってるけど。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。